このスプラやっていく上でね、ギアがねえと、そして金もないと、これはもうね、アルバイト入れるほかないんですね。人間社会と一緒。あれでもこいつら人間か。じゃあ現世を数百年超えたこの未来の先へでも、やっぱりアルバイトしなきゃ人間も生きていけないんですよね。深い。闇が深すぎる。前回バイトやって、ローラー2人とワイパー2人って時があったんだよ。あれやばくない？ しかもそれでグリルやらされるっていうね。え、このぬるぎ失敗することある？え、これ失敗することある？嘘でしょ？ いや、遅いだろ、今。ちょ、見て。え、遅 そんな遅い？あ、やばいかも。使わざるを得ない。どうなってんだ どうなってるんだ。ちょっとカメラ引いてくれや。今日イベント盛りだくさんだな。やったー。え、竜巻ってさっき来なかった？え、待って、1回目来なかった？え、この確率ある？ あったよね？あったよね？どういう確率？いや、これぐらいの方が楽しいですよ。なんだって、ぬるゲーだからな。今のラグ見たか？ これやばくない？これ。これやばい。どういうこと？からの横綱だよ。横綱クリアできた覚えがないよ。よいしょ！よいしょ！頼む！頼む！そのお腹にカニタンクの振動によって、横綱の脂肪が取れたらいいなっていう振動療法です。キャモン、キャモン、ナイス。金いくら投げない？持ってた俺もしかして。嘘、持ってた？持ってんの？ くそ、ずっと背中にぶら下げてたよ。何それ、メガネ現象やん。横綱来たら負け組だと思った方がいいかもね。まあ僕はそのつもりでいるよ、いつも。何？基本、鮭バイトはこれから何度もになっちゃってるんじゃないっけ？そうなの？いや、俺この話何回もするからね。絶対何回もするから。いや、グリルの時にローラーにワイパーにってアホだからね、マジで。多分その編成で満潮の夜とかだったら絶対無理。だろ？さすがにカテゴリーごとにランダムしてほしいよねって思った。なんか最近さ、夜中に車走らせることが多いんだけど、本当にこれぐらいの霧が発生するんだよ。特になんか車がなんか平気で60キロ以上で走るような 60キロ以上って言ったらもうやばいな それは道路交通違反だけど、なんかそういう道路があって、で、そこで平気でめっちゃ霧が発生するから、怖え怖え。映画のミストみたい。あ、ちょっとわかる。大丈夫かい？だよ。はい、オッケー。大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫、君には労災があるから、ちゃんと正規の手続き踏んでるから。対して俺はなんだ？裏募集みたいなところに来たからさ。ないんだよ、そういうの。怪我したら終わり。やばい。やばい。女の子がいい。ドライブする女の子がいい。男は結構です。あまりにも勇敢すぎる ちょっと ありがとう、みんな。ありがとう。最近ね、懲役がね、ちょっと7期だからね、私が頑張ってますね。このスプラ配信も、一応ストックがなくなった時用のやつですけど、まあそのつもりで、もう日本語変だわ。まあそのつもりでやってますので。まあでもスプラは頑張りたい。言ってんだよ、おめえよ。俺が抱負を喋ろうとするときに叩くんじゃねえ、そのフライパンで。フライ揚げにするぞ。フライ揚げって、揚げフライ、この唐揚げもしかしてフライにしてるんですか？ いやー、めっちゃ頭悪いこと言ったな。ごめんね。ロジャブラのメンバーって増やさないの？増やさないですね。まあ、兄弟のノリでやってるって感じなんで、あんま友達とかそういうのを誘うつもりはないです。この空気感は多分2人の間でしか出せないんで。まあ、1人いるっちゃいるんだけど、ジョン万次郎ね。1位。ああ、倒した。あぶねえ、足りたー。あ、痛い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 。やめて、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 痛いよ。いや、全然関係ないけどさ、この前でもないけど、お姉ちゃんち行った時に背骨と、あと骨盤のキーホルダーもらったんだよね これガチね。つけてたんだけど、一瞬で消えた どっかに引っかかって。それは誰得なんだ。いや、俺得ですね。いや、そういう変なキーホルダー好きなんだよ。あいつ落として、こいつも落として、向こうも落として、ワックスを塗って、ワックスを着とる。ベストキット初代のバネですね。伝わった人いるのか。ワックスオン、ワックスオフ。オッケー、ナイス。素晴らしい。じゃあもう帰ろう。じゃあ帰ろう。こんな頑張る必要ないって。いや、これ日本体質だから、あまりにも。もう納品の数足りてるから、問題ない。いいよいいよ。休憩室入ろうよ。
あ、こいついるのがやべえわ。最近スイッチ買い替えたんですが、前のスイッチのソフト移行ができなくて、今積み上げたデータが全て消えて絶望しながら、初めから全てのソフトやり直しています。素晴らしい。君の苦悩に乾杯。乾杯するもんじゃねえわ。失礼すぎる。レッツゴー、スペースシューターだ。なんかツイッターでちょっとだけ見たよ、スペースシューター。すべてを掛け合わせてダメになった武器って。本当それ。本当だよ。本当なんだ。笑う。待って、こいつとモグラやったら、もう倒せる。嘘でしょ。入ってないって。その判定に何回も殺されました。あれやばくない？マジになんか、片足入ってるだけで吸われてったんだけど。ミルケ、寄せをご存知でしょうか？鉄板やモグラなどといったイカトクに向かってくる大物、あえて攻撃せるイクラコンタの近くに引き寄せる攻撃をする。これの、ウムでノブノサドブーブーブー。おー、知ってるよ。なんか。まあ、それは全然想像してはいたんだけど、うまく実行できてないですね。どこだ？待ってみな。あー！あ、これは寄せるんだな。こういうの寄せて言うんだな。みんなカモンですよ。皆さんカモンですよ、カモン。ここ、ここ。あ、やばい、そっち行っちゃダメ。ダメ。今引き寄せ、一個かよ、お前。ふざけんな。もっと出ると思うやん。キリンは周りをよく見て、上級判断を迅速にやるえ。そうだね。そうだよ。なんだ、みんなもその語尾流行ってんのか。どういうことだ。若者についていけねえ。僕も夜勤バイト教えた頃は、そういう若者だったんだろうけど、その時おじさんが怖いと思ってたわ。いや、今思えばあのアルバイトは貴重だったな。なんか、頑固な人間はこんなにたくさんいるんだってことを知ったよ。もちろんいい人もいたんだけどね。お、1ミリも活躍できない、この。え、いった。あぶぶぶぶ。あぶぶぶぶ。あぶぶぶぶ。もうマジマジマジ危ない、マジ危ない。ほんとに危ない。危なっ。よいしょ。あ、ギリギリ。ギリギリいけた。あ、危な。仲間ヘルプして。僕の任務終了。地獄絵図すぎる。そっちに飛ぶな。そっちに飛ぶな。もう逃げる。逃げるしかない。逃げよう。逃げようみんな。そうしよう。流行語大賞に入ってて、今の JK みんな語尾がダエなんですよ。やば。みんな舌なくなってるやんじゃん。あー、僕らだ。僕らでこっち来んな。まずいまずいまずい。よいしょじゃない。やばい。かなりやばい、かなりやばい。無理だよ。なんか思い出したわ。とある派遣バイトでさ、日用品のなんかそういう消耗品入れるバイトで風呂に入れるんだけど、昼休憩終わって進捗の報告があった時に、君たち遅いよ、もっとペース上げなって言われたぐらい、なんかもう不条理だ。いや知らんがな、そっちのペースに合わせだろうこっちは、何が遅いだって、そういう感じだったわ。金的するしか、女性だわ。まあそれはそれは非常にガの強い女性でしたね。いわゆるおばさんってやつですわ。助けて、助けて、誰か助けて。トムとジェリーの家政婦さんみたいな動きしてたわ。ね、鮭をこういじめてますけども、皆さん考えてほしいんですよ。彼らにも人生があると。なぜ彼らがこう反逆するに至ったか、あ、想像してほしい。その原因は僕たちにある。そうとは思いませんか。で、誰がこの論争を始めたのか。一度議論すべきなんですよ。熊さん紹介という証人を置いて。裁判をするべきで。そうすればこんな理不尽な夜勤バイトをする羽目にもならなかった。このフロレンスを止めなければならない。いった！お前殴るぞ。早速悪い奴いるわ。俺だわ。新手のクレーマー。いや、クレームと言わない、これは。知らんけど。知らんけど、サランヘルだけど。一瞬で潰れていく鮭にも家族がいるんだ。そうだ。あの子供たちだってな、家族のために戦ってるんだぞ。まるで、今のこの現世のアフリカとかそういう状況じゃないか。鮭犬はどこ行った。魚犬と言うべきなのか。知らんけど、サランヘルはマジで適当に言ったらごめんね。サランヘルってどういう意味。あ、サランヘルって愛してるだよ。そうなの。それはちょっと、面白いですね。あの、モグラに爆弾を入れるのを見て思い出したわ、なんか。特攻野郎 A チームだ。あれのリメイク版の映画でさ、戦車使って、なんか上空から無事に降りるってやつ あったの覚えてる？知ってる人いるこれ。あれで最後戦車が湖に着くときに、そこで漁をしてる人がいて、爆弾威力強すぎてさ、そのおじさんが湖に飲み込まれちゃうんだよ。
危ない。やばいやばい、地獄にすぎる。鮭の目が光ってる。こ、あ、人間の血が欲しいと言わんばかりにこっちを見ている。血まだこになって俺たちをかけてきている。あの黄色い目は3日三晩寝てないぞ。そんなにイカが憎いか。まあ噛み切りにくいけどな。さあこのウェーブ1余裕ですね。全く関係ない。寄せてない。たくうるせえな。寄せてやるよ。じゃあまずモグラが来るから、白熊さんこっちにおいで。白熊さんこちらへ。あのこちらこちらこちら、キャモンキャモン、こちらへ寄せてほしいな。殴ってやろうかな。いいか、あのな、このゲームは一人で動いてるわけじゃないんだ。ああ、いい疎通が取れないことだってあるさ。今のがそのいい例だ。しかも俺カモン押したし、これはいい寄せですね。素晴らしいです。遠方にある金のイクラを持ってきてもらうという。あ、白だ、これがいけんだな。本当だわ、めっちゃ当たるわ。いや強っ。からのヘビも来て、それを俺が後ろから狙う。いやまずい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 、強い。もうここにはこの辺りに9個のイクラがある。そうか、この鮭バイトはこう遊ぶのか。楽しいな。今回は寄せができない2体がいらっしゃるということで、こちらがお出迎えに参りました。どうも、ロヤスヒデユキです。あの、先日こちらに置いていった小切手がなくなっていたんですけども、鉄球さん、あなたのポケットの中身を調べさせていただいてもいいですか。死んでたわ。もう死んでたわ。ひろゆきさん、今 S 隊の小学生やってたんですけど、2対3で流れませんでした。悔しいです。あ、悔しいね。俺もこの前小学生やろうと思ったらね、あのアップデートとかぶってなくなったわ、ポイント。いやでも逃げるべきか。危ないなこれ、マジ危ないわ。もうこっちめっちゃいくらあるやん。やばい、いくらこんなにあるのに。え、どこ行くのそれ。おかしい、おかしいだろ。いや、おかしいだろ。見てくれ、あの小鳥たちの嬉しそうな顔見てくれ、みんな。やった、豊作だーって。豊作だよ、ありがとう、イカミ人間たちって。はあ、肩パッドだ。当たるかな。当たった。今の当たったの本当に、信じていい。意味ねえ。危なっ。え、待って、地味にあと一人ってやばくない。そんなやばかった今。やばい、もう限界だこれは。限界突破してる。待って、味方どこにいんの。わーったわーったわーった。いや、当たんねえわそれ。その位置当たんねえ。無理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 です、無理です。死なないことが大事。かなりやばい。爆弾外したし、これ無理だろ。いや無理無理無理。どういうこと？やばいやばい、本当にやばい。俺バブル時代のなんかパッパーぐらいやばい。とんでもない。あー、くそ。あと4ポイントじゃん。あと4ポイントじゃないか。もう、でもここまでにします。ありがとうございました。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ？